い車とか楽しい車とかそうなってくるとね、もう番組無視、もうなんかこう何周も走りたいなっていうのがやっぱりいい車、楽しい車なんだよね。これどっち？これも。すごく。これまでじゃないか。ご機嫌だね。今日はお二人に1台ずつチョイスしたんですけど、はい、まずこちらがですね、うん、私がテリーさんに似合うんじゃないかなと思って持ってきたフィアット500e でございます。なんかちょっとこれからちょっと眠そうでいいですよね。そうでしょ、ちょっとあのチコちゃんっぽいでしょ。そうだよね、ちょっとチコちゃんの目してますよね。チコちゃんね、普通のね、フィアットとまた違った雰囲気 で、はい、これ何500馬力あんの。うん、そういうわけではない。違うのこれ。これ EV ですか。フィアット500ってあるじゃないですか。あれの EV ですから。あ、そういうこと。そういうことなんですよ。でまどろっこしいねこれ。いや、ね、いや別にまどろっこしくないですから、ね。俺ミラーでこれ見たら、お、500馬力あるのかなと思う。ないです。いや、ないないない。ないよね。ないです。でもね、これね、これそう。なんか、そうなんただあれだよな。可愛いじゃない。可愛いんでしょ。で、これね、実は電気自動車でオープンカーって、この車しかないんですよ。あ、そういうことね。うん。あ、そうでしょ。で、一回ここでね、止まるんですよ。止まる。サンルーフっぽく。はい、で、もう一回こう開けると、こっちまで後ろまでこく。いいね。あ、なるほどね。あ、そうなん、いい開放感。かわいいんですよ、ね。これは私確かにね。そう。もうテリーさんっぽい。うん、ね。ね、テリーさんっぽい、うん。もう大好きですね。で、鎌倉で似合うよ。似合うよ、ありがとうございます。うん、柱が残るんで、やっぱオープンカーってちょっと気恥ずかしいじゃないですか、日本人としては。で、これね、あんまり恥ずかしくないんだけど、うん、でも外から見られるんで、シートがね、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか、これ。うん、ちょっと見てみましょうか。かわいいよね。かわいいでしょ、フィアットフィアット、うん、ステッチかわいい。これね、2022年モデルなんですけど、2023年モデルはハンドルが白になって、うん、で、この屋根も全部フィアット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 ってチップ入るんです。最近なミニなんかもね、あの、うん、上がね、ユニオンジャックになったりして、うん、そう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 、かっこいい。じゃあ早速乗ってみましょうか。乗ってみますか。いいじゃん、かわいいじゃん、ね、じゃあちょっと行ってきます、ね、うん、どうぞどうぞ。いいんですか。じゃあ似合う、似合う、テリーさんね。はい、テリーさん運転席を。あ、いや、いいですよ。いやいやいや、あ、いいの。ジムニーもいいけど似合うよね。これ私テリーさんすごい似合うと思うの、うん、お、おしゃれおしゃれ。そう、これなんか半額になんないですかね。半額ね。あ、でもこれね、リースで今やってますよ。リース、はい。シルバーモードっていうのとレンジモードっていうのがノーマルモードっていうのがあって、うん、なんかここで買えるの。で、これシェルパなんていうのはちょっと面白いでしょ、名前が。うん、ちょっとさ、うん、テリーさんそれいじってみてよ、うん、モードモード切り替え、そうそう、走りながら、はいはい、うん、これ ね、 ね、あ、今ノーマル、今ノーマルね、うん、レンジこれね、ドライブしてきていいから。いいですよ。じゃ行ってきます。隊長、行ってきます。じゃ行きますよ隊長。はい、行ってきます。はいはい、もうすっと出るから、電気なので。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、可愛い可愛い。意外と速いですよ。うん、意外と速い。本当だ、似合う似合う、テリーさん似合う。ああいう車似合うね、テリーさんね。基本的にコードベルを伸ばすモードなんですね、うん、で、このさっき言ったこのシェルパは荷物担ぐ人みたいな、重たい荷物の感じ。ブレーキがあれなんだね。ああ、そう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 、排水ブレーキがね。かわいいね、イタリア車はね。行ってみますか。排水ブレーキなんですね、これ。うん、排水ブレーキついてます。でも、だからこれ話すと意外と、これどっち？これ、お、お、ん？ここ？こっち、こっち、こっち、あ、そっちか、そっち、なるほど、こういうこと。これをぐるっと回って、左回って、回って、回って、まっすぐ。なるほど、そういうこと。電気だから静かだし、意外と電気だから力もあるし、静かだし。かわいい、かわいい。ああいう車はね、そうなんだ。意外とあれだね。そんな沈まないね。そうでしょ、意外となんかこっち来てるでしょ、うん、いいじゃん、うん、結構面白いと思う。これどっち。これをすごく、これが待てんじゃないか。ご機嫌だね、お父さん。ご機嫌だね。もう一回いきます。じゃあ今度そのシェルパンも楽しくてしょうがないんだろうね、うん、番組のことなんかさ、もう全然忘れてるよ、あの人。ノーマルでいいね。そのいい車とか楽しい車って本当そうなんだよね。あのどうでもいい車って一周行ってきてくださいって言うと本当に一周で帰ってくるしね。いい車とか楽しい車とかそうなってくるとね、もう番組無視、
もうなんかこう何周も走りたいなっていうのがやっぱいい車、楽しい車なんだよね。これブレーキが、はい、回生ブレーキ。そうなんですよ、アクセル離したりブレーキ踏んだりすると、うん、モーターが逆回転して、うん、今までこう減速エネルギーとして外へ捨ててたものを回収してリサイクルするんです、自分でまた走るために使うみたいな。なるほど、リサイクルしていっちゃった、うん、うわ、かわいいわ、あのライトなんだけど、ほんとなんかチコちゃんの感じで、いいじゃん。なかなかしっかり走りますよね。走るね、うん、だから完全に輸入車だから 400-500 万はするね。全然するな。うわ、ほんとだ。まあでも、日本車とかドイツ車嫌いな人なんだ。チコさんね、似合う、これフランスかわいらしくて似合います。デザインと違います。これどこだ。チコちゃんかわいい。あの赤いパイロの手前。チコちゃん、そこじゃないよ、おじさん。おじさん。はい。いい感じ。似合う似合う。で、これを P をします。ね、とても似合ってる。走り、これで OK。いい感じ、いい感じ。走りはびっくりするくらい。うん。うん、でね、ここを押してください。これを押すと。あ、これ。降り方わかんない降りドアがねこれだったから降り方わかんない、ね、降り方わかんない。もう今時の車って本当わかんないよね。わかんない。でもテリーさん似合いますよね。似合う似合う、ね、めちゃめちゃ可愛い、ね、パワーがあるのにびっくりした。あ、そう、うん、やっぱさ電気だからトルクがあるんだよね。そうなんですよ、ね、いきなりこうフルトルクかかるじゃん、グッと、うん、そうそう、ね、だからびっくり落としてる方だしね、うん、だから回生ブレーキが程よくコーナーのところで効くから、うんうん、もうブレーキ踏まなくていいんだね、うん、モード変えてみた。変えました。どう、普通でいい。あ、普通でいい、普通でいい、やる必要ない意味がなかったね、うん、普通でちょうどよかった、まあ、すごくいいと思います。程距離だよね、うん、でこれ持ってそれじゃあ軽井沢行ったら帰ってこれないじゃないですか、うん、あ、無理だね。どうなんだよ。だから本当にね、ね、その人のね生活スタイルでね、そうそうそう、家の近くしかいないんだったら、ね、電気自動車ってそういう使い方でしょ、うん、そうですね、まあ、遠出するときはもうハイブリッドとかさガソリンエンジンの方が安心だもんね、うん、そうだよね。確かにガソリンスタンドいっぱいあるし、うん、いいと思います。はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。